レムスエックアムネッカー、または、レムゼックアムネッカーは、ドイツビュルテンベルク州シュトゥットガルト行政管区の、ルートビヒスブルク郡に属す市である。本市は、ルートビヒスブルク郡で6番目に大きな町であり、シュトゥットガルトを上級中心都市とするルートビヒスブルク、コルンベストハイム中級中心地区に属す。また、シュトゥットガルト地域及び、シュトゥットガルト大都市圏に含まれる。 1975年1月1日の地域再編により成立し、当初はアルリンゲン・アムネッカーという名称であったが、1977年にレムスエック・アムネッカーという名称となり、2004年1月1日に大規模軍都市となった。レムス川がネッカー川に注ぐ合流点。ガラス屋根で覆われた橋がかかっている。レムスエック・アムネッカーは、 州都シ,シュトットガルトの北に位置するネッカー川の谷に位置しており、この町の近郊でレムス川がネッカー川に合流する。ここにはネッカーレムス区がある。ネッカーガースガン川の集落はランゲンフェルトに、ウガン川の集落はバックナングボンチに含まれる。市域内の最低地点はネッカー川の川床で203メートル、最高地点は ホーホベルクの森の海抜299メートルである。西から時計回りに、以下の市町村がこの町と境を接している、コルンベストハイム、ルートビヒスブルク、マールバッハアムネッカー、バイブリンゲン、フェルバッハ、シュットガルト。レムスエックアムネッカー市は、アルディンゲン、ホーホベルク、ホーホドルフ、ネッカーグレーニンゲン、ネッカーレムス、パトンビレの6つの市区で構成されている。 1993年まで、アメリカ人住宅地であったパットンビレ以外の区は、かつて同盟の独立した町村で、これらが合併したことで、現在のレムスエック・アムネッカー市が形成された。アルディンゲン区には、アルディンゲン・アムネッカー集落及び、ゾネン・ホーフ農場が属す。ホーホベルク区には、ホーホベルク集落及び、エーゲンヘフト集落が属す。ホーホドルフ区は、 オーホドルフ・アムネッカー集落からなる。ネッカーグレー人間宿は、ネッカーフレー人間集落から形成される。ネッカーレムス宿は、ネッカーレムス集落とレムスネッカー農場及び、レ人間ンン集落からなる。パットンビレには、パットンビレ住宅地の東部が属す。西部は、コルンベストハイムの地域にあたる。州統計局の2018年現在のデータによる。 現在のレムスエック・アムネッカー氏は、1975年1月1日に、アルディンゲン、ホーホベルク、ホーホドルフ、ネッカーグレーニンゲン、ネッカーレムスが、アルディンゲン・アムネッカーという名称の下で合併し、1977年7月1日に、レムスエック・アムネッカーと改名された。この新しい氏名は、レムス川川口の高台にあった同盟の城塞に、由来する。同じ場所に、 1842年にレムスエック上官が建設された。レムスエックという名前はこうした歴史的背景から取られたものである。1999年レムスエックアムネッカー町の人口は2万人を超えた。しかし町の行政当局が大規模軍都市への昇格申請を行ったのは2003年になってからであった。バーデンビュルテンベルク州は この昇格が2004年1月1日に発行すると決定した。この町はこれ以後都市圏を有している。1686年の森林大町にアンドレアス・キーザーによって描かれたネッカー・レムス。レムス川を挟んでレムスエック城が描かれている。現在の市区はパットンビデオを除き、それぞれ古い村落であった。アルリンゲンは1100年頃にアルメンンとして 初めて文献に記録され、1308年にアスペルク伯領の一部としてビュルテンベルク領に併合された。ホーホベルクは1231年に初めて記録されたが、これは人名ヘルブラント・フォン・ホーエンベルクとして出会った。ビュルテンベルクのミニステリアーレであったノット・ハフト家が1684年にホーホベルクをゲミンゲン家に移譲した。 ゲミンゲン家はこの集落を1779年にビュルテンベルク港フリードリヒオイゲン港に売却しフリードリヒオイゲン港は兄のカールオイゲン港にこれを譲渡したカールオイゲン港はこの村をシュタープスアムとホーホベルクとして高領に編入したホーホドルフの名前が最初に確認されるのも1100年頃である1604年から19世紀初めまでホーホドルフは ノットハフト家の統治下にあった。ネッカーグレー人間は、早くも806年に、ロルシュ修道院の寄進記録に、グラニンキムとして記録されている。1268年に、ネッカー川沿いの城塞と村が、ビュルテンベルク博の所領となっている。ネッカーレムスは1268年に、レムズとして、初めて記録されている。ネッカーは17世紀に初めて付けられた。 ネッカー・レムスの城塞と村は最初の記録時からすでにビュルテンベルク家に属していた。1806年の行政改革によりビュルテンベルク王国が成立した後オーバーアムトルートビヒスブルクに属したアルディンゲンとネッカーグレー人間以外はオーバーアムトバイブリンゲンに属した。ナチ時代のビュルテンベルクの行政改革により1938年にすべての村が新設された。 ルートビヒスブルク軍に組み込まれた。第二次世界大戦後この地域はアメリカ管理地区の一部となり、1945年から新設されたビュルテンベルクバーデン州、1952年からはバーデンビュルテンベルク州に属した。パットンビレは1955年にアメリカ軍関係者の住宅地としてアルディン原西部のビュルテンベルク王国の旧、 連兵場の一部に建設された。1992年にアメリカ軍がパットンビレから撤収した。この土地を再利用するために、ルートビヒスブルク市、コルンベストハイム市、レムスエックアムネッカー市により、パットンビレゾネンベルク目的連合が発足した。アメリカ軍のパットンビレ住宅の大部分はアルディンゲンの宿内にあり、目的連合設立に先立ち、 大規模な地域の交換が行われた。これにより目的連合設立に好都合な割り当てが行われた。パットンビレシクは現在、ジョンイコール会イコール、ケネディ通りによって分割されており、その西側がコルンベストハイム市、東側がレムスエックアムネッカー市に属している。新しい住民の継続的な流入により、レムスエックアムネッカーは大規模軍都市の肩書を得る。 ことができた。未だに拡張している第7区により、パットンビレのレムスエック部分は約2500人から6000人にまで増加する。これは、パットンビレ最大の地区となる。以下に示す数値は、推定値人口調査結果、あるいは、各時点の統計局の公的な研究値である。合併前の人口には、合併後に、本市に含まれることになる集落の人口を含んでいる。 現在のレムスエック・アムネッカー氏の宿区はもともと、シュパイアー市教区に属していた。村の領主及び、ビュルテンベルク博は、1534年から宗教改革を受け入れ、これ以後何世紀もの間、主にプロテスタントの村であった。アルリンメンは、オーバーアムと、教会監督区及び、教会管区のいずれもルートビヒスブルクに属したが、 他の村は1938年までバイブリンゲンの教会監督区及び教会管区の一部であった。1938年にルートビヒスブルク教会監督区の村がビュルテンベルク福音主義州教会内に取り込まれた。すべての宿に教会があるがパットンビレでは教会組織上プロテスタント住民はコルンベストハイム福音主義マルティン教会にカトリック信者は コルン・ベストハイム聖マルティヌス教会に属している。第二次世界大戦後、カトリック信者も現在のレムスエック・アムネカー市で増加した。アルディンゲンでは1966年にカトリックの聖ペトルス・カニジウス教会が建設された。アルディンゲン市祭区にはネッカー・グレーニンゲンやネッカー・レムスの住民も属した。ホーホベルクでは1971年に 聖ニコラウス及びバルバラ教会が建設された。ホーホベルクは1977年に独立した被災区となった。ホーホドルフのカトリック信者もこの教会で礼拝を行っていたが、1976年には自前の教会聖フランィスクス教会を建設した。パットンビレのカトリック信者は、教会組織上はコルンベストハイム聖マルティン被災区に属している。 レムスエックの二つの教区は、ロッテンブルク・シュトットガルト市教区、ルートビヒスブルク主席市サイク内で、レムスエック死牧会を形成している。これら二大教会の他に、レムスエックには自由教会も存在する。例えば、ネッカーグレー人間のフォルクス・ミッション・イエント・シーデナー、クリステン、ネッカー・レムス及びホーベルクの福音主義メソジスト教会などである。さらに、 アルディメント、ネッカーレムスの新首都協会も活動している。ホーホベルクには、1760年から1914年まで、ユダヤ教会があった。最盛期の1852年には305人の信者が属していた。村の外れのユダヤ人墓地は、現在も存在しており、市によって管理されている。かつてのシナゴーグも現存するが、現在は、 福音主義メソジスト協会として利用されている。レムスエック・アムネッカーの市議会議員は26議席である。市議会は、この選出された名誉職の議員と議長を務める市長で構成される。上級市長は、市議会において投票権を有している。レムスエック・アムネッカーの市長の公的な職名は、当初、ビュルガーマイスターであった。 2004年1月1日の大規模軍都市への昇格に伴い首長の公的名称はオーバービュルガーマイスターとなった。首長は8年ごとの直接選挙で選出される。首長は市議会において議長を務める。首長は代行者として2人の副市長を置いている。第1副市長の公的な名称はエルスタービュルガーマイスター、第2副市長のそれは ビュルガーマイスターである。過去の主張、レムスエックアムネッカー氏の紋章は左右に分割。向かって左は青字で垂直に配された金の魚。向かって右は銀字に赤いワシの翼。死の旗は木から青である。魚はネッカー側とレムス川を象徴している。この図柄はネッカーグレー人間とネッカーレムスのかつての紋章にも見られる。 シの翼は、ホーエンベルクのジッペ、ノットハフト家の紋章から取られたもので、ホーホベルクやホーホドルフの紋章にも見られる。紋章と、旗は、1977年6月21日に、ルートビヒスブルク軍の軍長により認可された。2004年の死への昇格に伴い、レムスエック・アールと呼ばれる独自のロゴが制定された。これは、筆記体の黄色い、アールと、 レムシックエームネッカー、グローセ・クレイス・スタットの文言を組み合わせたものである。レムスエック・アムネッカーは、以下の都市と、姉妹都市関係にある2014年にメレデュメーヌとの、姉妹都市40周年、2012年に、サンジョバンニ・ディファッサとの姉妹都市15周年の、祝祭行事が始まった。レムスエック・ネッカー・グレー人ンゲ史域内を、修道や軍道が通っている。ネッカー川の橋は、 大変に交通量が多いが、シュトットガルト北東環状道が開通すれば、その橋によって、交通量は緩和されるはずである。アウトバーン A81 号線、シュトットガルト、ハイルブロン線は、シュトットガルトズフェンハウゼン、ルートビヒスブルク北あるいはルートビヒスブルク、南インターチェンジ経由で利用する。1999年からレムスエックアムネッカーは、 州都シ,シュトットガルトのシュタットバーン網に接続している。終点のレムスエックネッカーグレー人間から U12 号線でシュトットガルト中央駅まで10の25分で行くことができる。レムスエックの市内には4つの停留所がある。公共近郊旅客交通はレムスエック市バスの3つの路線が利用できる。停留所レムスエックネッカーグレー人間は上記の路線のほか。 431、432号線、及び451号線が発着する。金曜日から土曜日、土曜日から日曜日、及び休日前の夜間には夜行バス N43 号線がここに停車する。すべての路線は、シュトットガルト交通、運賃連盟の統一運賃で利用できる。1910年から1923年まで、ネッカーグレーニン原宿及び、 アルディン原ン宿は、ルートビフィヒスブルクのトローリーバスによって、ルートビフィヒスブルク駅と結ばれていた。1999年から、アルディン原ン地区のネッカー川沿いの敷地に、シュトゥットガルダー・シュトラーセンバーネミエージーの操車場があり、約40両の車両が格納されている。ここには、U12 号線のホルンバッハ駅と、大規模なパークライド用無料駐車場もある。 レムスエック・アムネッカーのローカルニュースは多くのメディアで報道される。例えば、ルートビヒスブルガー・クライス・ザイトゥングの付録、ウンザー・レムスエックや、シュトットガルド・ザイトングのルートビヒスブルク版などである。木曜日ごとに、市の広報誌、レムスエック・ボーヒエが刊行されている。この広報誌の発行部数は5200部を超える。パットンビレ向けに、2週間ごとにパットンビレインフォが、 目的連合により観光されている。市は、すべての市区に、個別の図書館を有している。軍立クレーブラッド養護ホームは、レムスエック・アルディンゲンと、レムスエック・パットンビレに、老人、介護ホームを有している。この他に、ネッカー・レムスに、福音主義のハイムシティフトゥング・アムレムスウーファーがあり、ホーホベルクのアトラスケアの運営者でもある。両施設は共に擁護ホームである。レムスエックには、 合計百五十章の老人用護施設がある。レムスエックアムネッカーは、義務のジウム一校、実家学校一校、ゲマインシャフト修礼一校、宿ごとに基礎家庭学校がある。市内には幼稚園が十五園あり、アルディ人間とネッカーグレー人間は三歳以下の幼児のための託児所を併設している。レムスエックの青少年のために二千五年から新しい青年館が存在する。 終点駅や教育センターに近いメレデュメーヌ通りの古い青年部門の建物が新たにカラフルな外観の青年館に改築された。青年館の地下には公的な青年活動やイベントに用いられるカフェインパルスがある。すぐ近くにはローラースケート場、トランポリン施設、ビーチバレーコートを含むニーシェがある。青年館やニーシェレジャーゲレンデでは コンサートや祝祭が開催される。ネッカーレムス宿は多くの見どころを通るビュルテンベルクワイン街道に面している。ネッカーレムス郷土室はこの地域の農民生活を展示しており、靴職人の工房を完全再現している。完全に機能する状態の鍛冶屋が入ったドルフシミーでネッカーグレー人間では、見学者自らハンマーや金床に触れることができる。 アルディンゲンのマルガレーテン協会ネッカーレムスの旧庁役場1988年と1990年に建設されたネッカー川とレムス川に架か,かる自転車、歩行者専用橋は建設当時にはヨーロッパ最大の自立型木造橋であり建築技術上及び木組建築上の高度な技法を示している。この二つの橋は橋脚まで完全に木製で 天候から守るために板ガラスをはめ込んだ屋根が付けられている。2019年7月1日、レムスエック・アムネッカーで最初の芸術家、グンター・デム・ニヒによるストルパーシュタインが埋設された。ホーホベルクシクのハウプト通り18番地の前の歩道に埋設されたこの小さな新中製のプレートはユダヤ人の家畜賞で肉屋であったアドルフ・ファルクを追悼するものである。ここは 彼が自由意志で選んだ最後の家であった。ファルクは、1939年夏に、ナチスを恐れて、息子のいるイギリスへ逃亡し、1943年10月5日に、ロンドンで死亡した。2019年5月10日から10月20日まで、レムスタールで、バーデンビュルテンベルク州のグリーンプロジェクトが開催され、レムスエッグもこれに参加した。レムスイコールガーデン賞2019は、 終庭園博と毎年交互に開催される小規模なガーデンショーである。これに関連して、レムス川がネッカー川に注ぐ河口に、ネッカー川の岸につながる浮島が設けられた。レムスエッグは浮島城に建てられたバーデハウスでガーデンショーの建築プロジェクト16ステーションに参加した。レムスエッグアムネッカーには、例えば以下のスポーツクラブがある TC アルディンゲン。 tb アルディンゲン、tsv ネッカーグレーニンン、vfb ネッカーレムス、sgv ホーホドルフ、skv ホーホベルク、バスケットボールクラブの bg レムスエックなどである。2019年現在最も成功しているサッカークラブが vfb ネッカーレムスである。このクラブはドイツで5番目のリーグであるオーバーリーガーバーデンビュルテンベルクでプレーしている。vfb ネッカーレムスは 2009年、2010年シーズンに、レムスエックの歴史上初めて、オーバーリーガに昇格したクラブであった。TB アルディンゲンは、レムスエックアムネッカーでハンドボールを行っている、唯一のクラブである。その女子チームは2009年にランデスリーガに昇格した。BG レムスエックは、2013年にバスケットボール、レギオナルリーガ南西部、南部に昇格した。 レムスエックアムネッカーには2つの大きなサッカー、陸上競技場がある。アルディンゲン宿の教育センター近くにあるシュタディオン、レーゲンタールは約7000人のキャパシティがある。レイヤーアレーナフンメルベルクには2500人分の客席がある。フンメルベルクでは VFB ネッカーレムスがホームゲームを行っている。これらの文献は翻訳元である。 ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。